写真拡大。高校野球徳島大会決勝、鳴門8-1富岡西、30日オロナミン C 球場。鳴門が富岡西を下し、2年連続13度目の夏の甲子園出場を決めた。初回に1点ずつ取り合った後、鳴門は4回に一時満塁からエースの9番西野智明投手、3年が右前へ2点的自打を放って勝ち越しに成功。6回には石井、三塁から西野がスクイズ、記録は内野安打を決めて1点を挙げた。7回には3安打と相手の失策などでさらに1点を追加した。9回にはスクイズと7番野田源一郎外野手、2年の2点的時二塁打でダメ押しの3点を奪った。鳴門打線は12安打で8得点。今春選抜に21世紀枠で出場した富岡西は打線が振るわず、春夏連続の甲子園出場はならなかった。